っていう、まあ、俺の好きな YouTuber の人が言ってる理論だと、もうど劇的に自分を変えたかったら住む場所を変えるみたいな、で住む場所を変えると関わる人が変わるから変わっていくんだみたいな、そういう理論なんだけど、その人はそういうんですか。だからその元々マクドナルドで働いてて、その社宅に住んでた時は家賃が安いから子供がその周りその住んでる人、そこから引っ越してちょっと高い家賃のマンションに引っ越したんだって、そしたら子供がちょっと待って、って言い出したのって、なんでって聞いたら、ここのマンションにいる人たちはみんな挨拶して来てくれるみたいな、はいはいはい、先に自分に対して、はいはい、前のマンションの時は自分から挨拶してたの、はいはい、だけど今ここにいるマンションの人たちはみんな自分向こうから挨拶して大人がって、はい、でやっぱり住む場所が変わると、ちょっとだから高いところに住むと、そういう 人っていうか、まあ、金でそれは測れないけど、はい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 、そういうレベルの人たちがやっぱいるから、うーん、やっぱ環境が変わると、はい、そういう理論はあるよね。ありますよね、それは間違いないですね。で住む場所変えて、うん、関わる人変えれば人生が変わるみたいな、そういう理論なんだけど、それは絶対あると思いますね。そう言われてみても、いやでもそう考えるとだよ、今それチャンスだろ、今変えるチャンスだろ、どう考えても、はい、あ、みんな普通に仕事できないじゃん今、はい、でも俺らもう仕事の中での関わりしかないじゃん、はい、人との、はい、まさきはいろんな人と会ったりしてたけど、はい、俺なんかさそうじゃなかったから、あ、今もう仕事、今普通に仕事してたら関われない人と今超関わってるし、自分、そうだから俺は結構チャンスだなと思ってて、だからその関われない人も僕の場合ありがたいことに、なんかこうスクール終わって夜9時電車飛び乗って人に会いに行っちゃったりとか、誘ってくれるならばこう好きあらばすぐ会いに行っちゃう人だったじゃないですか。だから今のところ住んでるし、あ、そっか、だからだ、生活変わったわ。そう変わるじゃん。でも俺も仕事を変えちゃいないけど、違うことやってんじゃん仕事って。はいはいはい、だから多分変わったのと。ああそういうことか。うん、だからもうこの変化に対応しようと思って。でもいろんな人と会うっていうのは本当にいいですよね。いい刺激になるし。なるなる、全然なる。超勉強になるじゃないですか。なる。なんか前誘ってもらった投資とかの勉強会。全然わかんないです、投資なんてやったことないし、それなんで来たのって言われた時にみんなに笑われちゃいましたけど、知らないから来ましたみたいな、それキラキラ笑われて面白いねみたいな感じで言いながら、だけどそれでもやっぱり話してくれる人がいたり、逆に名刺交換する時に僕と一緒に話してた相手とその人は名刺を交換したくて、なんだろう、じゃあごめんね話してるところ、ちょっと名刺その人に渡させて、ああどうぞどうぞって渡して、あ次は自分の番かなと思ったらそのまま仕方されたりマジで、あこういう人もいるんだなと思いながら、ただ内心はこう大丈夫だよ、いつかあなたを相手にしたくなる男になってるから、え、そういう風なことするやついるんだ。いましたね、いました、全然いました、税理士の人で。それ何が、なんでそうしたんだろうね。わかんないっすね。興味なかったんじゃないですか。僕に。
俺の心理から考えると結構なんかありえないっていうか頭悪いなって思って。いやーマジでなんか寂しいっすよね。ちょっと悔しいっていうのもあったし、まあまさきからしたらそうだよね。そうっすね。ただまあそういう人なんだなと思いながら、超頭悪いじゃんだって。なんかまあそっか、でも目先の利益だけなんだろうねきっと。多分そういう人って、いや多分そうだと思うよ。いや分かんない、何を考えてたのか分かんないけど、なんかこういう人とは多分友達にもなれないし知り合いにもなれないなとか思ったりとかして。マジで多分俺なんか理解できないもんね。大体みんな知らない人だからさ、そういうのをさ広げに行く場所だと思うんだけど。いやなんかだからといってみんなにこうバーって一気に配るとかそんなんじゃなくて、はい、その人に渡したいんだったらさ別に一緒やん、はい、って思っちゃうけどな。ですね。アホやな。まあまだ自分に魅力がなかったんだなと思いつつ、ただちょっと悔しいなっていう場面もあるから、またそこで頑張ろうと思いましたよね。超綺麗。これセクシーな女の人とか歩いててほしいです。え、そうじゃないですか。すげえ似合わないですかこの色に。確かにピンク、ピンクのチューブトップとか。違う俺のことだと思った。違う、まさか超ウケですけど。だけどすごい似合わないですかここの通りで。確かにこの色じゃないです、この色じゃないです。違うんですよ今の、今の戦いそうじゃないですか。戦いそうだね。じゃないです、あのピンクも違うっす、薄いっす色。ゴエモンみたいな、頑張れゴエモンみたいな。悪口じゃないですか、ただね。またヨネさんのこと言ってますよ。それはひどい。いや、俺何も言ってない。それはひどいです、マジで。何も言ってない、俺。Fスタもなんか今、アップしてる。あ、そうなんですか。うん、俺今日インスタで初めて見たよ。Fスタのインスタで。練習動画。うん、まあボール扱う動画とか。あ、そうなんですね。俺あんま興味ないんだよねあれ。なんか、だからボール扱う動画俺あんまり興味ないんだよな。だから多分一人でやってるからっていうのもあるし、ね、要するにきっかけじゃないですかああいうのって、うん、一つのそれはそれみたいな。こんなもんなんすか今日。だって土曜日だよ。びっくりなんですけど、まあ、テラスモールらへんあるじゃないですか。テラモン、テラスモール閉まってるから。あ、なにテラスモール閉まってんの。閉まってます、閉まってます。だから土日もガラガラなんですよ今。あ、そうなんだ。そう、ショーパンってよくないですか。ショーパンに、ショーパン、いや、あんまいないけどね今。ショーパンが似合う人良くないですか。確かに。かっこよくないですか。え、すげえ普通に人いるんだ。まあ周りからしたらうちらも車に乗っててもその人のジャンルに入っちゃうかもしれないですけど、ただ降りれないですよね、ちょっと怖くて。俺は怖くないけど。マジですか。全然。なんかそのよっぽど近づかなきゃ多分大丈夫なんだよ。ああ、まあそうですね、まあ、家に高齢者もいないしね。あ、で、あとはだからそれ以外の人と関わって近づかないから。はい、鶴岡八幡宮よく来ますね、こっちの方。ね、来るときは来る。最近来てない鶴岡は。ただ鎌倉には来てる。あ、そうなんですか。うん、タグロン家行ったりとか、あとじゅ、まあ、じゅんちゃんとドライブ来たりとか。あ、この道自体は走るんだけどね。はいはい。鶴岡八幡宮は俺のあれだから、
ラッキー神社だから。鶴岡八幡宮、鶴岡八幡宮、鶴岡、鶴岡、鶴岡だよね。鶴岡八幡宮、鶴岡、あ、超わかんなくなってきた。鶴岡だよ。鶴岡でしたっけ。鶴岡八幡宮。あそこ真ん中の道あるじゃないですか。うん、妙じゃない、うん、あそこ幅違うの知ってました。え、どういうこと。狭くなってってこと。そうそうそう、遠距離法を使って長く見せて。あ、そうなんだ。それは知らなかった。だからそれをプレゼントしたのが誰でしたっけ。源の頼朝が北条なんとかに、政子でしたっけ、にプレゼントした道なんですよね、確か。あ、そうなの。あ、これ適当言ってるかもしれないから、ちょっと全然知らない。ちょっとやめましょうか。適当かもしれないですね、これ。でも、なんかその話を聞いたような、聞いてないような。それで、当時からの遠距離法で長く見せるためにこう、だんだん縮まってるんですよ。あ、そうなんだ。はい。それで、それ本当かなと思って、その距離のやつは本当で、自分の靴で測ったんですよ。そしたらこっちの方が開いてて、向こうに向かってちっちゃくなってるんですよ。あ、そうなんだ。はい。よく考えるよね、昔の人たちもね。すごいっすよね、本当に。てか、むっちゃ人いるんじゃないですか、本当に。めちゃめちゃいるよ。前でも普通の今日だってゴールデンウィークの初日だからね。ああ、そっか、それ考えたらか。全然ゴールデンウィークってイメージがなかった。もうゴールデンウィークの初日なんかもう鎌倉やべえことになってたからね。やなってるからね。あ、昔確かに、うん、去年とか毎年歩けないぐらいですよね。歩けない、全然歩けないっていうふうなこと考えると全然、うん、まあ確かに中の小町とか小町通りとかも全然、っていうかガラガラじゃん。ガラガラっすね、ガラガラっすね。そう、俺鶴岡八幡宮でも昔から結構ラッキー神社で。あ、そうなんですか。ご利益がある、だいぶ、まあ、ご利益があるっていうか、まあなんか大事な時は大体行って お願いして、でその後そんなに悪いこともならない。へえ。っていうのが多いかな。僕ここよりか、あそこの杉本寺。最古の寺があるんですよ。右行くとそこ一人で毎年行ってます。あ、そう、まあ、何が好きかって言ったら別になんですけど、なんか行ってますね。あ、そうなんだ。あ、本当は全然いないですね、こっちは。全然いねえよ。海の開けた方が多いんですね、やっぱり。まあまあね。サンタ来んなって言われてるからね。まあそうっすよね。いや本当にこんな休んじゃっていいのかな。なんかもっと楽しみたいんだよな、本当は。この休み冒険しましょうよ。ヤスとこの間相模湖の方行ったじゃないですか。キャンプ場とかじゃなくて本当に山にこもってみない、サバイバルしようよ。だって人に迷惑かけず、そう、サバイバルしようよ。あ、全然いない、本当だ。あ、店全部閉めてるからね。あ、そうなんですね、やっぱり。開けちゃいけないって多分言われてるのね、自治会とかね。てんのにさ、営業できねえなと思ったよ、だから。うん、何言ったんすか。いや、だからさ、いや、みんな活動自粛してんのに、はい、できねえなと思った。いや、それ思います。全員がやっぱり協力しなきゃ無理っすからね。無理、そう思いますね、本当に。それは思っちゃいますよね。まず、飯食ってるよ、昼飯。いやいや、本当に本当に僕大丈夫です。本当に朝食ってきて。え、全然いいんだよ。てかむしろ用意してた。いや本当にいいよ。本当に僕運動しなきゃいけないし、腹入っちゃうと運動できないですよ、僕。いいの、ボリューム半端なくて。本当にいいの。本当に大丈夫です。ありがとうございます。めっちゃ筋トレしようと思って。葉っぱでいい。いや、
なんか子供たちに会う時が来るじゃないですか、いずれ、うん、その時に、なんか、まさき太ったねみたいな。ってなるのが嫌なんですよ、ちょっと。なるほどね。むしろ、パワーアップしてほしいんですよ。じゃあ、まさき、実はこんな体型だったけど、1ヶ月か2ヶ月後にやった時に、こういう風になったよ。だって自分で目標があったから取り組み方と考え方変えたんだ。だって言ったよね、みんなっていう風に言ったら目の前で分かりやすい目標達成ができてるじゃないですか。ただ口だけで喋ってるように体現して目標がなるじゃないですか、っていうのを見せたいなと思って、はい、結構真剣なんですね今。俺でもさ、ぶっちゃけって俺も朝トレーニングしちゃったんだよね。走りました走りはしてる。だから筋トレは朝にやってるのね、6時。あ、そういうことっすか。そう、起きて、じゃあ燃焼が一番高いから。あ、そうなんすか。朝、朝が一番高い、ね、へえ。これやり方って俺めっちゃ痩せた時にやってたんだけど、はい、筋トレして、はい、あの筋肉に刺激をまず入れて、はい、でそこから有酸素に入る、はいはい、そうするとあの1日の脂肪燃焼稼働率っていうのが、はい、朝にやる方が高いんだって。でなんかアミノ酸ぶっ込んで、はい、もう常にこう燃やし続けるようなサイクル、はいはい、それを夜とかにやっちゃうとなかなかそれが燃焼しなかったりする。あ、そうなんですか。睡眠もちゃんとつけられないし、はいはいはい、夜やるとあの興奮しちゃうし。あ、そうですよね。熱もサッカーとかの試合とかもそうじゃないですか。だから朝やるか夕方の3時、4時、5時かな、それぐらいが一番ね、あの人間の普通に夜寝て朝起きてっていう生活してるアルゴリズムに合うところなんだって。夕方が一番活発になるんだって、はい、だからそこで筋トレ入れたり走り入れたりすると一番いいっていう。その後ビールにつながりますよね。俺ビール飲まない。もう本当そうじゃないですか。だから俺は朝やってる今。朝毎日やろうとして持って、ただその継続する代わりに負荷をそんな高くしないっていう。そのさっきの筋トレしてから有酸素って言ってるじゃないですか。有酸素も自分家の家の近くずっと走ってるとルートって結構似たり寄ってるじゃないですか。僕の場合大体海走るんですよ。なんか違うなって飽き性で、あ、やりますよ、やるけど道は道でもこうじゃなくてそっちの道入ってみようとかっていう方が好きっすね。トレイルランとかいいんじゃない。大山とか走ったりするじゃん。大山急すぎだろ。だけどそっちの方がなんか脳みそ的にも気持ち的にも楽っす。マジで。もうちょっと緩やかな方がいいな。うん、本当に歩き回ってたりする。知らない場所を。だからあの実家の方の田んぼ道とかも同じ田んぼ道とか走るの苦手です、うん、あ、景色考えたね。そうっすね。俺一回でも車運んで横浜走ったことはあるね。みなとみらいのとこずっと走ったことがある、はいはいはい、山下公園のとこ。めっちゃ気持ちよかったよ。 ですよね、やっぱり、うん、こんな天気で全然気分変わる。それをたくさんやりたいですね、いろんなところ行って。駐車代がね、かかんないけどね。まあ、そうっすね。あ、この間あれ、大池公園走ったって言ったじゃないですか、うん、それもめっちゃ楽しかったっす、やっぱり自分の中で。めっちゃ楽しいと思って毎日違うことやってたりする。なんか雰囲気変わったのかな。確かに。こんなんなかったの。なかったような気がしますよ、ね。もうちょっと隠れて見えなかったよ、ね。ですよね。木をきれいにしたってことなんですかね。それはある。
ャレンジ、家からチャレンジやろうとか思ってたけどね、江ノ島まで走るみたいな。え、全然走れる距離じゃないですか。いやー、え、僕東戸塚から走りましたよ、江ノ島まで。あ、江ノ島です。鎌倉まででした、すいません。鎌倉は多分走れるんだけど、はい、境川、うちのね、裏にまさかりが淵っていうところがあって、はい、そこなんか金太郎伝説になってる場所なんだけど。金太郎って足柄じゃないですか。足柄なんだけど、なんかね、結構あんのよ、その何個か伝説があって。浦島太郎とかも何個かあんじゃん。あ、そうなんですか。そう、そのうちの一つになってる場所で、はい、そこのまさかりが淵に境川があって、はい、境川ずっと辿っていくと江ノ島まで行けるの。え、境川って境川って支流になってるから。はい、柏川も境川。柏川って何でしたっけ。柏川って長沼の前流れてる川。はい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 、はい、あれ境川の支流で柏川なんだけど。あ、そうなんですね。そうそうそう、境川が枝分かれしてて、その境川沿いにずっと遊歩道が江ノ島までずっとつながってるの。はい、超楽しそうじゃないですか。そう、うちの裏からね。片道何キロですか。いや、多分ね、14キロとか15キロとかある。それを、結構遠いっすね。それをちょっとやろうかなと思ってて、で最初、かみさんと歩こうと思ってたの。はい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 。まあ、その撮影とかなしに。はい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 。だけど、今度走ってやろうかなと思ってんだけど、走ったはいいけど、帰りたくなくなるなと思って。だから、もしやるんだったら、ランニングバッグ持ってるから。はいはいはい。ランニング、あ、着替えて。そうそう、ランニングバッグに着替え詰めて、で、帰りは着替えて、はいはい、帰ってこようかなみたいなプランはちょっと立ててる。あ、いや、絶対そっちの方がいいんじゃないですか。そう、それをだから横浜でもやってとは、だったらできそうだなみたいな。往復で30キロって結構ですかね。30キロマジきついぞ。俺でも、俺去年の、はい、一昨年の年末に20キロ走って、はいはいはい、1時間45分ぐらいかな、はい、まあ、ゆっくりペースだったからそんなきつくなかったけど、はい、やっぱね、心肺機能的にはきつくないんだけどね、はい、股関節痛くなってきちゃって。ああ、はいはい。だからちゃんと筋肉を整えてから、はい、走らなきゃダメだなって。で、股関節痛くなるの多分ね、俺体のバランス全部悪いからだと思う。絶対そう。俺が最近なんか走ったら痛いんだもん、ほんと。あ、普通に走ってても。普通に走ってても痛い。足がだんだんね、股関節痛くなってきたり。で、足が上がってない。足上がんなくなってきますよね。うん。で、足上がんない理由は、姿勢が悪かったり、腹筋が弱くなったりとか、はい、っていうところなの、多分ね。だから姿勢をまずストレッチや、まあ、肩甲骨もそうだし、骨盤も緩めて、はい、で、筋トレもちょっと作ってから長距離やろうと。あ、足のこう、まで走ったって言ってたじゃないですか、通常から。いやー、もう本当にただの意地でしかなかったんですけど。歩いたね、途中で。あ、それは歩きました。何回も歩きましたよ。いや、何回も歩いたんですけど、絶対途中でやめる俺。なんか行きは結局辻堂スタートで、どこ通ってたの。国一ずっと山も登って芦ノ湖まで行きました。何時に出て何時に着いたの。ちなみに朝5時に出て、うん、昼過ぎぐらいに着きました。7時間。え、昼過ぎに着いた。8時間ぐらい。まさき、しかもさ、あれ夏じゃなかった。夏っすね、確か。いや、なんかあの時もなんか悔しい出来事があったんですよ、うん、ポロッと誰かに、足の子までってさ走れんのかなって言ったら、いや、そんなのできるはずないじゃんみたいな感じで言われて、ああ、なんだこの、なんだこれみたいな。あ、なんか火ついたと思って、ちょっとやってみる。よくやるよね。さ、確かね、電話で聞いててやるんですって、はい、神さん横にいて、はい、まさきがなんか100キロやるらしいよみたいな。100キロぐらいあるよね。いや、普通にそうだと思いますね、きっと。やべえなっていう話をしたんだよ。いや、実際こう意地っ張りで結局とりあえずやるところを見せれたらとか、ついでになんかドイツにもお世話になったし、寄付金とか集まれば嬉しいかなと思って背中に文字書いて走ったりとかして、今思えば超恥ずかしいけど。聞いた。
それも募金の金が漢字違うみたいな。漢字間違え。いや金って間違えようなくないだって。いやなんかね、そう間違えてるよって言われましたもん。超恥ずかしかったっす。そう、それで帰りがやばかったっすね。もう何回、帰りどうやって帰ってきたの？これ走りっすよ。え、帰りも走り？行きも帰りますよ。足の子まで行って、あ、行けたじゃんと思って帰り、山道帰ってきたんですよ。おう、なんか平らな道飽きちゃって、あの石とかで できてる道あるじゃないですか、はい、旧道、あ、旧道、旧道、車が走れない道、うん、石畳のね。超ここ楽しいと思ってそこを走り出して、もう山の中入って山道走ってきて、それで箱根湯本ら辺で一回水分取ろうと思って、僕2000円しか持ってってなくて、それ昼もキットカットしか食わなかったんですよ。もし入ってこなくて、それで飲み物飲んでさあ行こうと思った時に足が動かなくて、気持ちは動いてるんですけど、いや俺はこれを早く帰りたいんだと思って、気持ちは動くんですけど足が動かなくて、高校時代の走りできつかったっていうのは嘘だったなと思って、本当に体が動かないみたいな。メンタルの問題だよ、もうそこまで。いや、もうそっからが結構正直悪夢でしたね。なんか自然とバス停見つめちゃうとかお金が尽きちゃったからどうしようと思って、コンビニで奇跡の水だった、あのティアのところ水マジで超のでもうそうしかもうお金ないし、携帯持ってなかったし、あ、何、携帯持たないでやったの？携帯持たないことです確か。それで結局、それはやばい、結局途中記憶ないですよ。いや気絶してんだよ。それ何回も転んでるんですけど、あの本当に何でもない段差あるじゃないですか、うん、何回も転んで、何回も転んだのを覚えてるけど、途中場所場所では記憶がないんですよ。それで結局12時過ぎに着いたんですかね、家に。夜中の絶対なんか俺はね、ダメだな。なんかもうやったことが後悔になるやつは絶対やんない、もうこの年は。いやもうなんか、いやめっちゃ強い決意持ってやるんだったらいいけど、はい、もう絶対走る自分は、もうこれは、はい、でやったらきつくても乗り越えるけど、まあちょっとやってみるか程度だったら、いつもなんか帰れる保険とか超作ってやる。なんか俺一回家から、下倉田の家からこのずっとこれまっすぐ行ったら村岡の行きますね、はいはい、津田屋に、津田屋のも借りたものを返し走って行った、はい、その時とかも多分行きは大丈夫だろうと、はい、で帰りちょっとめんどくさくなったらタクシーで帰ってくようと思ってカード大量に乗っていったりして、はい、だけど行き帰り10キロぐらいで行けちゃうんじゃないですか。12キロだったから全然楽勝で行けた。3時間ぐらいですよね行き帰りで。いやいや全然全然、12キロだから全然、12キロって行き帰りで12キロだから66だから。あ、66っすか。全然1時間とちょっとぐらいで。そう、早くないですか。いやだって全然、だって 6キロ30分の方が走るじゃん。6キロ30分で5分ペースで、1キロ5分で走れば6分で30分、はいはいはい、だよね。1キロ6分、あ、1キロ5分で走れば6キロで30分でしょ、はい、あ、だから全然1時間ぐらいではいける。え、そんぐらいいけるもんなんすか、ね、いけるいける、5分ペースだったら全然走れるよ、10キロぐらいだったら。マジっすか。5分でしょ。僕そんなペース走れないですよ今。でゆっくりすぎると逆にきつい。だから体痛くなってきちゃうのは、ゆっくり走ると体痛くなる。ちょっと息は上がるんだけど、4分後半ペースとかで走ってる方が快調。4分、あ、マジっすか。4分37とか36とか35とかぐらいのペースが一番いいペース。それすごいっすよ。ただそれで10キロ以上走るのはちょっときつくなってくる。あ、でも
俺だから8キロとか走って体が軽くなってきた時は、はい、ゆっくり走った方が燃焼するからゆっくり走りたいんだけど、はい、体が動いちゃうから、はい、その4分37とかでずっと走ってるだけど一番それが楽楽自分の中で楽でもその8キロ以上は走らないけど大体40分でやめようと思ってたから、そのペースだと40分が8キロぐらいになるよね。40分ちょっといったぐらいが8キロ。わあ、それ何キロなのって今やったことないですね。でもね、ずっと走ってると大体分かる。大体腹筋、腹筋っていうか久しぶりに走ろうとするとゆっくり走って6分とか。6分より遅いときつい逆に。どのぐらいのペースなんですかね今走って。分かんないですね。走る結局やる気になってんじゃないですか。いや俺はいいんだけど、走るならシャワーも貸してあげるし。ジョージ君のペース速そうですもん。ボケ俺そんな速く走んないよ。それ有酸素苦手なんですよ。あ、そうなの。じゃあやめとく。有酸素よりか45分かります。もう45分の方が無理。そのほうが無理だよ俺。いや同じこういうふうにぐるぐる回ってるより。だって俺道変えるもんだって。だけどなんか道分かっちゃうってあれじゃないですか。いやいや、そんなことないよ。今日ちょっと走りたいなと思ったのはあっちの構図のあの道、あの山道。言ってよ先に。あれこいつ何やってんの。あの道走ったらどうなるんだろうって正直今思います。あれゆっくりだったら左右どっちの方がいい。どっちも右右全然楽勝。俺でもこういう天気いい日とか河川敷とかは超気持ちいいよ。知ってても、みんな桜とか咲いてる。あそこ桜も咲くから4月とか超。あ、そうなんですか。もうずっと 2キロぐらいずっと咲く。それすげえ綺麗なんかお花見っていうの なかったですよ。あれどこ入ってきてる。俺はでも全然走るの。だ今山の上じゃん。はいはいはい。だからペースがおかしくなっちゃうよね。下る時間とか登る。ああ、やっぱり変わってきます。変わる変わる。だからそういうところは計算に入れないから、俺下ってからストップウォッチを走り出す。ああ、なるほどなるほど。そっから30分ですか大体。今は30分だね。で調子が良ければ40とか走っちゃう。あの行けるところまで走るっていうか、走ってる最中にコース変えちゃう。ああ、なるほど。もう少し伸ばしてみようかな。そう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 。俺だからそれで国一結構下に降りるコースと、はいはい、国一走るコースがあって、はい、国一走るコースだと調子いいとあのラウンド1の先まで行って。あ、それ遠いですね。遠い。でもぐーっと帰ってきて、それでも10キロないよ。9キロぐらいで行って帰って。あ、すごいですね。影取りの交差点で帰ってくると大体6キロぐらい、往復で。往復で3キロだから、原宿の交差点までだと2キロ。そこ、そう、国一あそこの車通りのところですか。そうそうそう。え、あそこ走るんですか。あの違うよ、あのね、ラウワンのところから左に、はい、湘南藤沢バイパスじゃなくてちょっと左の速度走ってちょっと先に、はい、ラブホテルとかコンビニとかあるとか、そこでぐるって折り返すんだけど大体、はいはいはい、そっちまで行くときは、はい、あとはだから国一影取りとか原宿の交差点で折り返すときは上の歩道橋通るか大きい横断歩道だったりして。なんか人のいない山道とかって素敵じゃないですか。いや、いいけどね、行くのが面倒くさくなっちゃう。ああ、だからもう軽くパッと走れちゃうんだったらそっち走るかなっていう。なんなんだろうこれって。同じコースでも別に全然大丈夫。俺は